腰が反らず関節が締まらない姿勢とストレッチ今回は模式図を使って見て見いきま,しょうまずこのチャンネルの目的なんですけど1番目として骨盤前傾と腰椎の前腕を作ることそれによって2番目関節を締めることなんですが簡単に考えると、まあ、腰を反るってことと関節を締める。 これだだけ覚えてておいてくださいくさまず不良姿勢から、まあ、これ椅子に座ってるんですけど足を組むでその隣また足椅子に乗ってる状態なんですけど片足あぐらで下に座ってあぐらをかく同じく下に座って横座りアヒル座りで左に降りてって、まあ、手枕で枕が高いで、えー、クロス立ち休め立ち で、戻って上の浅座り。全部腰が反らない。骨盤がずれるものばかり。それによって右下がり、左上がりを作る。左が開き、右が内に入る。そういう異常を作ってしまうので要注意です。椅子の生活でここにある格好をしないようにしましょう。床や畳に座るより椅子をおすすめします。こうやって椅子に座る。まあ、椅子がないんですけど。 椅子に座って足を組む。椅子に座って片足あぐら。下に座ってあぐら。えー、横座り。アヒル座り。手枕。椅子に浅く座る。こうすればまあ背中も腰も丸くなるので、立っている状態で、まあ、左足を開く休め立ち。で主にやってしまうのがクロス立ちの右足を内に入れるパターン。枕が高いと頭が浮きすぎて、 首がずれる背、背骨がずれる、腰がずれる。足四の字ね、あぐらね、仰向けに寝てるときに、左を片方だけあぐらする。両方あぐらする。で次ストレッチなんですけど、これは腰が反らない。だから関節が締まりません。このチャンネルの目的である腰を反り、関節を締める。それができないのでお勧すすめしていません。 順番に見ていくと首手首足首を回す回すと関節は緩むので関節が締まるという目的とは離れていますで屈伸よくやるんですけど背中が丸くなるで腰が反らないで関節が締まらないので屈伸もお勧めしていません座って前に曲げる ま屈曲粘点ストレッチって書いてあるんですけどこれは前に曲げるパターンこれも腰が反らないで足の裏をくっつけて、まあ、振るとかでつけた足の裏をこう前に曲げるとこれも腰が反らないのでおすすめしない足を開いて前に曲げる腰が反らない、えー、左の方にこう曲げたりとか右の方に曲げたりとかこういったものも腰が反らないのでおすすめしていません あとはよくストレッチであるのがこうねじるやつねじるものも腰が反らないのでおすすめしていません復習として不良姿勢姿勢に気をつけましょうで緩むストレッチこれは腰が反らないこのチャンネルのストレッチやトレーニングとは真逆なのでおすすめしていませんではまた次回ご視聴ありがとうございます いいねとチャンネル登録をお願いします見てくれてありがとうチャンネル登録といいねお願いします関節を締める狙いがあります